しまして、角受けの4コースを選択。5コースカードとしたのは5号艇の森谷、サイアウト6号艇地元の土屋千秋です。枠なりの4対2、風はほとんど無風状態で今スタートまで10秒前です。一般特選競争第11レース、進入体系定まって、体系の方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。スリット通過後大きな差ありません。一周一マーク、最初の勝負どころ各メンバーが殺到です。まずはインから逃げる体勢は1号艇、さらに3号艇が外全速、さらに外握っていった5号艇、最内のから2号艇順走の形でバックストレッチ向こう上面、スタートの方は前艇正常です。陰線堂々仕切ったのは1号艇、その後2番手争いでありますが、アウト2号艇の日崎、さらに3号艇の川野、進路を内に取って5号艇の森谷、この後にも接近いたしまして、向こう上面から2マークの旋回、スタートの方は前艇正常です。1号艇が先前体勢、その後2番手争いは接戦という形になっていますが、2号艇が外内側のから5号艇も接近してまいりました。上位の体勢は1番2番5番か1番2番3番の体勢が今おどけ前を通過いたしまして、後方は6番4番という体勢でありまして、2周目から1マークの旋回です。上位2艇は1番2番と内枠の両者、その後3番手争いでありますが、外5号艇の森谷が3番手に浮上いたしまして、3号艇は遅れ差しの展開でバックストレッチ向こう上面、ここで上位の体勢は1番2番5番の体勢となっています。トップと2番手の定間は4艇身ぐらい、2番と3番手の定間も同じく4艇身半ぐらいとなっています。後方は3番6番4番、これが3艇身圏内の4番手争いで向こう上面から2マークです。陰線堂々仕切って1号艇の中村桃香、そして2番手追走は2号艇の藤崎さゆり、3番手には5号艇の森谷美穂、1番2番5番、その後は2艇審査でありまして、内を突いては3号艇の川野、それから外6号艇の土屋、最後方4号艇の原田という並びになっています。1番2番5番の体制でありますが、3番手争いが接戦となってくるのか、3周目の1マークを上位2艇がクリア、3番手争い内小回り旋回5号艇、外握っていった3号艇6号艇と川野と、それから地元の土屋千秋、しかし上位の並びは現在は 1,2,5 の体制、2連単の 1,2,3.4 倍、3連単 1,2,5 は 15.5 倍を示しています。その後後方向かって3番6番4番という体制、ラスタンマーククリア、1号艇の中村、2番手追走2号艇の藤崎、3番手5号艇の森谷美穂、内側の方から3号艇が誘うかという体制ですが、どうやら4番手までか、 1,2,5 の体制、今1着で1号艇中村ゴールイン、2着2号艇藤崎ゴールイン、3着5号艇森谷踏ん張ってゴールイン、後ろは3番6番最後方4番ゴールインです。